奥さんに頼まれてお昼にパスタを作ります。さあこれからパスタを作るんですね。これ俺ですね。オリーブオイルをまずアルミパンに入れましたね。で水に岩塩を入れます。これ岩塩じゃないとちょっといまいちちょっとうまさが違ってくるんですね。これ俺が作ってますね。今ニンニクを潰してます。潰すのがいいんですね。包丁で切るとねエグさが出てきちゃうということらしいですよ。で今ニンニクを入れました。で芽は取ってね。で今トマトに今切れ目を入れてます。湯むきするんでしょうね。皮がない方がやっぱりねこの味がちょっと違ってくるんですね。微妙な味がね。今黒胡椒、これもこういい感じにね味にアクセントを加えるんですね。はい、お湯が見えてきました。麺を入れました。これ多めですね。 150×2、 300ぐらいあるんじゃないですか。2人で食べるのにはちょっとね、かなり腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと。で今、トマトを入れました。これ10秒ぐらいね、すると綺麗にプリッとこう皮がむけちゃうんですね。ただこの時はね皮がいまいちむけづらく少し残ってるんですね。若干皮が残り気味のトマトを、今アルミパンに入れましたね。でこのねオリーブオイルと、このトマトがね焼けてるちょっとこの具合というのが出てきた。この感じがねドロッとしてきたような感じがいいんですね。これがね、麺に絡むとね美味しいんですね。ニンニクを戻しましたね。で香りをつける。これからは焦げないですからね。いい感じに進んでるんじゃないですか。なんか早送りになっちゃったね。ここでちょっと味付けにチューブのアンチョビ入れます。隠し味、今ねこれねアンチョビチューブなんですね。チューブのアンチョビこれ隠し味、娼婦風なんかに使うんだけど、これ2人分だけどちょっと少なめにかなりこれで旨味が出てきちゃうんですね。ちょっと半速ですけどね、これ使ってみます。これはね焦がしちゃった方が美味しいんですね。でそれからこれがねコストコのバルサミコ、コストコのバルサミコを今入れました。これがね少しいい感じの味になるんですね。で今、ミニトマトを加えてまんべんなくね鍋を揺らしてますね。はい、これ俺です。ゆで汁入れます。俺の作ってる動画をね自分でアフレコを入れてますね今ね。ゆで汁を入れてで、まあ、ソースの出来上がりっていう感じですかね。で、まあ、ケッパーを付け足して、ケッパーっていうのはちょっと酸っぱい梅のちっちゃいやつですね。でこれをね麺は固めに入れた方がいいので、ちょっと固めにかなり芯がまだありますよね。かなり芯があるうちに鍋に移して、でフライパンちょっと大きい方が振りやすいんで、まあ、素人なんでね、これでフライパン変えました。まんべんなく振って乳化させる。で最後にオリーブオイルもう一回垂らして、パルミジャーノレジャーノですか、このチーズを入れて出来上がりです。よくできました。トマトだけなんですけどね、これうまかったですね。はい、ごちそうさま。こんな感じで出来上がりました。